たせしました。毎日2時台最初はザ・ゲストショーと題してゲストと一緒にお届けしていきます。怪談ホラーウィークのラジオショー、まずは怪談を披露していただきます。いきなり、今日のゲスト怪談師山口彩子さん、お願いします。お願いします。N さんという男性がですね、はい、高校の修学旅行である崖に行かれたそうなんですよ、はい、でその崖の上に立ったらもう目の前にもう日本海がバーッと広がってる、すごく見晴らしのいい場所なんですよ、はい、でふっと下を覗くと、はるか下の方でもう岸壁に波がバーンってこうザバーンと打ちつけて白くこうブクブク泡立って、本当に自然豊かなね、素晴らしい場所なんですよ。ただこれだけ高低差のある場所ですから、まあ、ちょっと最後の場所に選ばれることも少なくない、まあ、そんな場所なんですね。でここからちょっと離れたところに橋一本で行ける小島があるんですけれども、はい、まあ、N さん早速その橋見つけたんですよ、うん、で、あ、じゃあ次はあの小島行こうぜって言って友達何人かと橋をこうタッ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 って走ってたら、うん、途中で T 君って友達がピタッと足止めたんですよ、うん、え、どうしたの、来ないのって言ったら、あ、俺はいいかなって言うんですよ、うん、え、なんでって、いや別にまあ行かなくていいかなって。でも当時インスタントカメラ主流の時代だったんですよ。なのでそのカメラ持っているのが T 君しかいなかったんですよ、うんうんうん、お前来ないと写真撮れないじゃんって、うん、あ、じゃあカメラ渡すから好きに撮ってきていいよって、で T 君タタタどっか行っちゃったんですね、うん、でその夜に泊まってた旅館の部屋で、まあ、みんなでこう話を、まあ、してる最中、エニさんふとこの広間のことを思い出しまして、うん、あ、そうそう、そういえばさ、なんで小島来なかったのって聞いたら、でもさ、いいじゃん、てか早く寝なきゃ怒られるから、まあ、おやすみとか言って、うん、うわーって眠そうにも寝てしまったんですよね、うんうん、夜が明けて次の日になって、まあ、みんなで帰りのバスでまた話してたんですよ、いろいろ。たらふとまた N さんあのこと思い出しまして、ああそうそうそう、だからなんで小島来なかったんだって言ったら T 君が、いや実はあの橋渡ろうとした時なんだけどさ、橋の向こうの方に裸足の女の人が立ってて、こっちに向かっておいでおいでおいでってずーっとやってる。俺おかしいなって思ったんだけど、みんなは見えてない様子だったから、あ、あれ絶対生きてる人じゃないって思ったからって言ったんですよ。で、もう N さんも、えぇ？って思って、いや、それさ、もう夜に早く教えてよって、昨日の夜になって、言えるわけないじゃんって、なんで？って、部屋まで来てたから。マティ君そう言ったんですね。で噂によると、まあ、例のその小島っていうのは、うんうん、まあ、崖から、まあ、身を投げられた方のご遺体が流れ着く場所であるというふうに、言われているそうなんです。いや、はい、鳥肌が止まらない。ゲスト怪談師の山口彩子さんです。ようこそ。オープニングアクト。中村、はい、なんだ中村とか、なんだろう N って。そういいんですよ。全然そこの考察いらない。全然名前は本名別にいらない。T 君はじゃあ。T 君は誰だ、田中。違う。高木あれやばいやばい。いや、怖いですね。いきなり。いやー、怖いな。なんか、さっきね、トール座によく来られてたって見に。ね、そうなんです。あの、渡辺徹さんもちょっとなんか怖い話を何個か持ちで、まあ、そのつながりで、あ、そう、番組で共演させていただいたことが、うちくるっていう番組で、うちくるで、はい、昔出させてもらったことがあって、そこで怖い話つながりで、で、徹座見に来られてたんですね、うん。はい、お客さんとして見させていただきました。そうそう。徹座でも一回ありましたよね。こう、怪談話コーナーみたいなね。そうそうそう。時ありました。うん、今も。いらっしゃるんじゃないですか。やだ、怖い。マヨネーズが、マヨネーズが怒ってくるんじゃないマヨネーズの例になってる。マヨネーズの例として今。それは。そういうのやってないですから、あ、そういうのやってないんだ。そういうのはやって、やったことないんですよ。やってるとかじゃないんです。あ、なんせ、あの、本番始まる前にずっと早口言葉してくださいって書いてあるんだもん、だって。特技に早口言葉って。あ、そうなんですか始まる直前までずっと言ってる。山口彩子さんの特技がさ、
なんかこれあまりいらないんじゃ、湿布の上手な貼り方とか。でなんか整理しません？芸人とかがやるやつですよ。なんか、そう、特技みたいな。もともと製薬会社に勤めていたので。あ、そうなんですか。そうか。その関係から。なるほど。湿布の貼り方、上手な貼り方を知ってるんだ。そうですね。関係あんのかなって思っちゃうじゃないですか、階段に。階段とかも全く関係ないんです。早口言葉も関係ない。関係ないです。関係ないんだ。滑舌はいいからね。早口言葉やった方がいいんですか？ちょっとやってみてもらいたい。やってください。じゃあ。はい、行きます。お願いします。しかもかもしかもしかだが、しかしはしかは確かしかではない。怖えよ。初めて聞いた。怖えよ。初めて聞いた早口言葉、そんで。真剣な顔で。鹿のやつ。珍しいのをチョイスしてしまいましたけれども。珍しいやつですよね、鹿のやつ。鹿のやつ。鹿のやつ、早口言葉。それなんか途中で入れたら怖いですよね。途中で、今の階段の途中で。崖の降りから、鹿の話、うんうんうん。聞こえてきたんですよ、聞こえてきたんですよ。そういうのも怖いけど。ただ、その、怪談師になるきっかけとかってあったりしたんですか？あ、もう、きっかけは、ま、怪談をするバーがありまして。バー？そうなんですね。で、その存在を知って、ちょっとま、ね、怪談語り手の、女性のね、怪談語り手、ちょっと私が無知だっただけなんですけど、あ、もしかしたらあんまりいないのかも、やってみようかなっていうので、そこに、そのバーに行ってみたんですよ。そこで、ま、後の、ま、ちょっと師匠になる、怪談の語り手の方のライブを見て、はぁ、こんな面白いライブがあるんだって感銘を受けて、その場で弟子入りをお願いしてっていうのが始まりです。なるほど。製薬会社はその前に、よっさん。その前がタクシードライバーで、その前が製薬会社。タクシードライバーもやったんすか？いろんな経歴があるんですね。ちょっとだけ挟んで。最初はタクシーと階段を、なんか同時にやってた時期が、タクシーと階段の時代があったんですか？同時に。でもそれこそなんか、タクシーに乗ってて怖い思いとか。なんかタクシーの階段ありそうだよね。あるじゃないですか、よくね。そうですよね。ま、ちょっと嘘つきだけないんで、私の話ではなくて先輩の話ではあるんですけども、ま、夜中にですね、こう、運転しておりましたら、女性が道端に立っていらっしゃった。あ、お客さんいたと思って、こう乗せたんですよね、その方が。したら、あ、どこどこまでお願いできますか？あ、わかりました。バタンってドア閉めて。いやー、今日は暑いですね。蒸し暑いのは嫌ねって言われたから。あ、そうですよね。雨が降ってる日、その日雨降ってたんです。嫌ですよねって言ったら、そう？え、そんなことない。全然話噛み合わないんですよ。だからおかしいなと思って。でももうすぐ目的地だから、ああ、お客さん、ここでいいですか？もう止めていいですか？って言ったら、あなたね、さっきからうるさいのよ！って怒られたんですよ。え？と思ったら、あなた、私がこの人と話してるのわからないの？え？待って。一人で乗ってきたのに？そうです。え？と思って、バックミラークイッて動かしてみたら、その女性の横に、乗せたはずのない大きな女の人が一人、座っててミラー越しにじーってこっちの方に。うわ、怖っ！話が。大きな人っていうのも怖いなぁ。それすごい。表現が。綺麗に鳥肌立ちました。本当に。しかもかもしかもしかだが、しかしはしかは確かに。怖い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 。呪いのことですよ。さっき振られたと思ったから、どっかで言わなきゃ。どっかで言えない。間は難しいでしょ。よかった。成仏できましたね、今の話。できましたね。そういうもうお経なの、それ。お経です。怖っ。早口言葉。それでも実際あったタクシーのね。先輩のやつ。へぇ、怖いなぁ。でも、その、やっぱり、師匠？はい。が、誰なんですか？あ、はい、ちょっと、今はもう、独立という形でやってますけれども、白谷渉さんという語り手の方ですね。その人はもう第一人者みたいな方なんですか？第一人者、どういうかわからないんですけど。階段の歴史ってどうなんですか？なんか、階段って、昔からあるでしょ？その講談師の方とかもね。そうですよね。歌舞伎とか、ね。歌舞伎とかでね。やられたりとかしてるしね。そうなんですよね。なんかもう、ヒュードロドロドロみたいなね。皆さんがイメージするじゃあります。そうですよね。確かあれもなんか歌舞伎かなんかの舞台で、お客さんの反応が、ね、意外と良かったというか、怖がってくれたから定着したみたいな話が、間違っておりましたらごめんなさい。でも確かそんな気が。
それぐらい昔から。そうだよね、先ほどもスタジオでちょっとお話ししていたんですけれども、やっぱそういう怪談師の方ってそういう場に行くことがたくさんあるじゃないですか。それこそ怪談のバーだったりだとか、お仕事で行ったりだとかっていうので、やっぱ寄ってきちゃったりして、なんか不思議な、なんか現象が起きたりとか。霊は見るんですか？あ、その、ま、霊感があるって自覚はないんですが、やっぱり怪談を始めてから、その、変な現象みたいなのは、ガンと増えましたね。そうなんですね。怪談俺たちの話してるよ、つってこう。寄ってくるんですかね。そうなんだ。へぇー。それは、例えば、どういう。例えば、その、怪談バーで、私がライブをしていた時とかに、まあ、その時深夜でして、まあ、サラリーマンのお客さん一人だけが目の前に座られてたんですね。まあ、お客さん一人って、まあ、それが一番怖い状況なんですけれども、まあ、ありがたい。来てくださってですね。ありがたい。その方に向けて話していたら、暗くなんですよ、店内が。で、その中私が緑のスポットライト当たりながら階段喋ってるんですけど、あ、そうです。奥の方から誰かがスタ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 って歩いてくるような、こう足も、足のあたりが見えたんですね。その歩いてくる足があって。ああと、でもスタッフさんでもないし、お客さんでもない。お客さん途中から入れないルールになってましたから。で、スタッフさんとも違うし、あれと思ってるうちに、あ、これ今見えてるってことなんだって、分かったら目の前に座ってたそのサラリーマンのお客さんが、と私の話聞きながら、って二度見したんですよ、その時。で、私に向かって、ライブやめて、ライブやめて、今来てるからって。そう、ライブをやめてくれって言われたんですけど、まぁ、ちょっと、初めての経験すぎて怖くて、分かってますって目で訴えながら喋り続けちゃって、結局、その話は消えていなくなったんですが、その時話してた話が、たまたま足にまつわる話で、何だったんだろうなっていう。そのお客さんも、まずいんじゃないのって言ってくれたんだ。そう、見えてた。怖いから。聞いている人も、そして話してる私も、両方同時に同じものが見えていたという、初めての体験だ。でも実際二人目のお客さんとかじゃなかったわけだもんね。お客さん途中から入れないんでしょ？その、初めからいなかったとか。そのサラリーマンの方が、実は一人もいなかった。一人もいなかった。それも怖いですね。怖ー。階段バーなんかなかった。そっから幻だ。怖がるリアクションも結構大きいんですね。すいません。怖がらせるだけじゃなくて。いいですよ。そうなんですね。怖がりだけど。みはるさんみたいな、なんかリアクションでいい。すごくいいですよ。あ、そう。そうなんだ。怖がるなんだってね。あ、そうです。今、普通でしょ。思いのほか大きい声で、ちょっと今びっくりした。リアクションもできるんだよ。いいですね。怪談話って、全部でいくつぐらい持ってるんですか？いやでも全然少ないですよ。もう、100何話か。すごい。すごい。すごいね。そのバーが、で、やっぱりすごいよね。毎日やってたんですか、ね、そのバーは。そうですね。当時は、そうですね。で、まぁ、ちょっといろんな厳しいルールがあって、同じお客さんに同じ話をしてはいけないとか。そんなルールあるんですか？もう一回聞きたいと思ってる人だっているでしょ。何時間もずっといてくださったりすると、うん、わ、もう話がないってなって、もう取材しに行って途中で、休憩中に、ブワーってノートに書いて、仕入れてもうずっと頭に入れて、次喋るみたいな。落語もね、やっぱり寄席って毎日やってるから、まあその一応こうネタ帳をつけてね、前の人、前座さんが何、どういう話したかっていうのを、オチのなんかこう、傾向が被らないようにとかね。そういうのやったりするけれども、大変ですね。大変だ。じゃあ、その、仕入れるってことは、みんな心霊体験を結構してる人は多いってことでしょ？そうですね。みんな、そういう体験をされた方は多分、話したいっていうのもあると思うんですよ。聞いてもらいたいって。じゃあ、オープニングで、レンちゃんが、体験した、何鼻からリコーダー吹くみたいな。いろいろ話が、鼻からさんをしてますけど。鼻からリコーダー吹くみたいな。違いますよ。どういう音楽の例なんですか？私はよく金縛りに会うことが多くて、金縛りに会ってる際に、まあ耳元でリコーダー吹いてる音が聞こえたりだとか、なんかこうオペラのようなものが聞こえたりだとか、まあ、
でも埋め立て地とかで、もう寝た日には、うん、もう悲しさばりに会ってる最中に、うん、耳元でブクブクブクってこう、沈められるような音がしたりだとか、で、後々調べたらそこは埋め立て地だったとか、いうことが結構あって、ただ、その、話のネタとしては、その、私は見えないので、ちょっとパンチ力が少ないんですよ。いや、でも、聞いたことあるのは、うん、その何かがはっきり見えるっていうのはもちろん怖いと思うんですけど、うんうん、音が聞こえるっていうのが一番やばいって聞いたことある。やばいとは。わからないですが、ただ、うん、その、ま、全然ね、ね、うん、あの、レニちゃんは大丈夫だと思うんですけども、はい、なんか人間が最後まで残る感覚って聴覚らしいですよね。うん、ああ、亡くなる時とかにね、だから、ね、最後ね、ありがとうとか言った方がいいって言うもんね。うん、そうですよね、うんうんうん。それぐらいやっぱり何か敏感な期間なんじゃないですかね。感覚、感性としてね。なるほどね。だから、それをまあ今の話をこう仕入れて、階段回しにこう、うん、少しこう変えるっていう、うん、こう作業をするってことでしょ。はい、させていただいたり、タヤ力蔵だったみたいなこと言うんですか、オペラ歌手オペラ歌手の、いや、浅草の伝説の芸人さん、タヤ力蔵さんじゃないです、ね、あの僕らも知らないですけど、さっきどんな話されてたの、一切出てないですよ、そんな話は、そんな話で、そういう話を組み立てとか、ここで一番この怖がらせるみたいのを考えなきゃいけないわけでしょ、そうですね。一応、それは工夫させていただいて。すごいな、ね。怖いよね。ねえ、難しい。話してても怖いですよね。だってさ、失敗した時なんか、嫌じゃない、うん、その、二人目がいたんですよ、った時に。それでみたいに言われちゃったやつらになんか。ああ、伝わらない。ドーンみたいなこっちは感じなのに。ーああ、なるほどね。うん、うん、うん、はいはい、みたいなさ。そうですよね。うん、いや、結構怖い話好きな方ね。うん、もなんか、本当に好きな方って怖がらないんですよ。笑って聞かれたりするんですよね。どこかしてニヤニヤして、それでそれで、みたいな感じで。あ、そう。へぇー。あ、つまらないんだよね。最初不安でしたもん。そういうお客さんは本当に喜んでもらえてるのか、それとも。そう、確かにね。何を考えてるのかどうかわからないね。そうなんです。ネタみたいなことですよね。笑ってると思って。へぇー。それもそれで怖いですけどね。こちら側がね。そう。怖いよね。そんな、あ、この後。びっくりした。これ BGM ですよね。めちゃくちゃ大きいんで。わぁいや普通の下手でしょ今の山口さんにはこの後もお付き合いいただきます、うん、はい、お願いします。さあ今日はゲストに引き続き怪談師の山口彩子さんをお迎えしております。お願いします。はい、お願いします。なんかね、情報によりますと、うん、はい、即興怪談をやっているということなんですけど、これどういうことですか、即興っていうのは。はい、はい、まあ、あの、思いついた言葉でも何でもいいんですけれども、はい、うんうん、そのテーマから、ちょっと導かれた階段をなさせていただくっていうものです。すごくないですか？これすごい。何でもできちゃうんですか？え、1個のワードとかで、3つぐらいとか、1個でいいの？ 1 個で。1個で、ね、あ、はい。そう、だから、もう自分のこのストックの中から、はい。を導いて、引き出しの中から。導いて。すごい。じゃあ、崖とか橋でいいですか？さっきやったんだ。なんでハードル上げるんですか？さっきやった。同じのやつ。いわゆる、なんだろう。ラジオとか。あ、そうですね。ラジオだったらいけます？あ、じゃあラジオでいいですか？あ、あるよ、すげえ。お願いします。はい、お願いします。まあ、ラジオといえば、あの、今聞いてくださってる皆さんも、うん、まあ、耳で聞いて、あの、いろいろね、あの、想像して、笑ったりして、聞いてくださってると思うんですけれども。うん、まあ、これですね、川田さんという男性が、小学4年生ぐらいですかね、うん、の時に体験された話なんです。うん、まあ、当時ですね、あの、ザ・ベスト10という、有名な歌番組がもう大変流行っておりまして、うん、で、あの、ラジカセの時代ですから、うん、そのラジカセをテレビの前に置いて、うん、で、テレビから流れてくる音を録音するっていうのは、うん、まあみんながやってた、そういう時代だったそうなんですよね。で、川田さんも、あ、今日も始まった、うん、じゃあ録音しようと思ってカチッと録音ボタンを押したんです。うん、で、まあしばらくしまして、うん、あ、なんか、まあ、ちょっと楽しみだな、聞くの。うん、そう思って、まあベストデアのね、うん、カセットテープで聞き直してたんですよ。うん、そしたら、歌があって、トークがあって、で、歌があって、トークがあって、うん、ね、そのトークの最中に、声が入ってるんですよ。うん、
筒に入ってる声じゃないよね。何この声、出演者の誰でもないんです、うん、ただ聞いてるうちに、あ、懐かしいなぁと思ったんですね、うん、っていうのが、あの、ちょっと最近亡くなられた自分のおじさんの声だったんですよね。あー、おじさんこの番組大好きで、いつもね、あの、楽しく笑いながら見てたなーって思い出して、で、お母さんに早速、うん、ね、これおじさんの声が入ってるから聞いてって、うん、言って再生したら、お母さんも、そうだね、これおじちゃんの声だね、うん、天国でも楽しく聞いてるんだねって言って、もう涙流して懐かしいねって言ってたんですよ、うん、じゃあもうちょっと聞いてみようかって言って続きを聞いたんですよね、うん、歌があってトークがあって入ってる、うん、歌があってトークがあって入ってる死んじゃった。おじさん楽しくて笑ってたんじゃないんですよ。自分が亡くなってしまったことを受け入れられなくて、もうちょっとおかしくなってしまっている。ということは、今頃おじさん天国じゃなくてどこにいるのかなっていうお話でした。どこに行ったの？いや、ちょっとその笑い方とかがもう途中までいい話かと思ったじゃないですか、ね、なんかほっこり系かなって思ったんですけど、ね、ほっこり系の例の話かと思ったら、なんか、でも、切ない。なんでこんなことするんですか？いいですよー。なんでこんなことするそういう人たちから、そういう人たちを呼ぶ。今言われたから、ごめん。呼んでんだから、こっちは。即興階段ね、もう一個ぐらい。だから、やっぱり野球とかね。野球ですか？野球なかなか。難しそうですね。野球限定的な感じでございますね。野球、うん、野球は、うん、これはですね、うん、ちょっと怪談じゃなくて申し訳ないのですが、うんうん、これは私の怖いものの一つが野球中継なんです。うん、なんで？なんでですか？うん、あの、野球観戦もちろん楽しいと思います。はい、素晴らしいし、はい、ね、私も授業とかでね、野球やってすっごい楽しかった思い出たくさんあります。ただですね、先ほど申し上げましたように怖がりなんですよ。うん、で、一人で家にいる時とかに、野球中継って、野球大好きな方、ね、あの、選手の方も一生懸命、お客さんも一生懸命、その中継の様子を見ていると、あ、私は、この世界に今いないんだって、なんか一人になった気分になっちゃうんですよ。うん、なんか、野球に私詳しくもないし、うん、なんかすごく頑張ってる人たち、うん、熱中してる人たちの姿を見てたら、うん、あ、私今家に一人なんだと思っちゃうんですよ。うん、あの会場が盛り上がりすぎてて、熱気がすごすぎて。で、すっごい怖くなっちゃうから、ちょっと変えてしまう。チャンネルを変えちゃうっていう。何ですかそれ。どういうジャンル、どういうジャンルの話だ。また特殊なジャンルの怪談話じゃないですか。すいません。本当に全然怪談話じゃなかった。そんなあの野球。野球中継見てると一番寂しくなっちゃうっていう話。ね、野球ファンの方々も、もう全方面にごめんなさい。いや、即興怪談。怖い話みたいな。即興怪談の。チャンネル変えちゃったんです。すごいな、即興怪談。ちょっとなんかこう、無限の可能性を秘めたな、これ。可能性あるよ。すごいなぁ。いや、実は、あの、即興怪談、あの、プロフィールに自分で書いたことをすっかり忘れてて、あの、当時のさっきの怪談バーに勤めてた時は、もう必死にもう次から次へとライブ、だからもう私は何でもいけると思ったんですけど、今私が子育て中で、全然状況が違うのに、プロフィール書くこと忘れちゃってて、すっかり。あ、そうなんだ。うん。あ、そうだ。書いちゃった。ラジオはね、なんとかベスト10にすぐ移行できたから。まあね。さすが野球も。野球もなんかベスト10に移行したら。なんか繋げられないし。野球といえばベスト9がありますけど。まあベスト10というんだからね。何でもありますね。それだと花輪さんが話していただきたい。お願いします。一番怖いことだよ、今の。趣旨がめちゃめちゃ悲しい。即興階段つって今の話になるのがもう一番面白いけど。即興階段はむずいよ。すいません。いや、難しいですよね。なかなか限定されちゃいますもんね。でもでもその野球つながりはすごいもうお見事でした。見事でした。はい。怖いんだ。もう野球中継が怖いって話にするんだ。そのでも思っちゃうのっていうのが面白いけどね。自分一人だけなんか思っちゃうんだ。思っちゃう。賑やかなところ見てると一人で家で見てるのが寂しく
なんかこう、そうなんですよ。もしかしたら、映画リングの影響もちょっとあるかもしれないですよ。リング？一番最初に、ね、テレビが勝手につくかなんかして、はい、楽しい番組なんです。確かその時野球中継じゃなかったかな。間違ってて申し訳ないんですけど。なのに、ちょっと、そのテレビがおかしくなって。ほとんどのテレビ、そうじゃない、なんか、バラエティ番組とかみんな楽しそうに。でもそうですね、みんなまあそうだよね。テレビの向こうは楽しそうっていうことだね。それこそライブ中継とかね。リング思い出しちゃうんだ。うん、あ、そうなんだ。そうですね。だから今日ね、やっぱり面白い人だなっていうのはもう分かりましたよね。ありがとうございます。ちょっとやっぱり変わってるなっていうのは分かる。うんうん、そうですね。あ、褒められてます。めちゃくちゃ褒められてます。めちゃくちゃ面白いですよ。そうそう、宝見つけたと思ってますよ。なんかただ怖いだけじゃなくて、そういうちょっとゆるっとした部分もあるので、ごめんなさい。優しい。ありがとうございます。なんか趣味みたいのってあるの？趣味は、チンスポット巡り。チンスポット巡り？階段スポットとかじゃなくて。珍しいという感じのチンスポット巡り。わかりますよ。わかります。ごめんなさい。そうですね。どういうところです、例えば。なんか、ユートピアかが、とかっていう、うん、まあ、ちょっとテーマパークみたいなのがあったりだとか、うん、有名なところで言うと、幻博覧会とか、なんか、そういういろんな場所があるんですけど、うん、こう、もう使われなくなった古い時代のものをいっぱいこう集めて展示してたり、もうオーナーの感性が光ってる手作り遊園地みたいなところだったりして、例えば、そのさっき言ったユートピア加賀っていうところだったりすると、あ、そうですね、そうです。もう、ちょっと、営業はしてないけど、配管はできますよ、みたいな感じで、行った時に、配管料500円って書いてあったんですよ。で、誰も人いなかったので、賽銭箱が置いてあったから、その、書いてあるところに500円ポンって入れたんですね。で、まあ、その、見て回って、最後帰る時、お土産コーナー近くにあったんで、お土産買ったんですよ。で、そしたらちょっと1500円かなんかで、2000円しかなかったんですよね。で、あー、どうしようかな。お釣り500円もらいたいけど誰もいないな。どうしようかなって思ってて、あ、すいませんすいませんって声上げてたら、遠くの方から長靴買い履いたオーナーが、あ、はいはいとか言ってなんか掃除の途中かなんか抜け出して来てくれて、賽銭箱をガシャーンって開けて、さっき私が入れた500円を、はい、お釣りですって渡して。みたいな。帰ってきた500円みたいな。そういうチンスポットあるあるなんですよ、こういう。そういう。はみたいなことで。手作りでやってるような。そうです。こんな話に溢れてます。チンスポットだから大好き。なるほど。面白いですね。面白いですね。そんなエピソードがありますね。まさかこの話ここで今日すると思わなかったですけど。山口さん、ちょっとね、本当です。最後の10分ぐらい全然怖い話してなかったですね。そうですね。そうですね。ちょっと巡り浄化されましたね。浄化されました。何なんだろうな、ね、面白いんだよ、面白いんだよ。なんかお知らせあります、山口さんから。はい、私ツイッター X やっておりますので、山口、はい、が後の X になったでしょ。ツイッター X っていうのが新しいツイッター、まあそうです、ツイッター改めね、改め X と、インスタグラムとやっておりますので、うん、そこで情報を随時更新していきますので、うん、ぜひフォローとチェックしていただけると嬉しいです。なるほど、わかりました。いや、またぜひ来てください。また来てくださいよ。今度また即興会談聞きたいです。本当に楽しみにしてます。まあまあ優しいお題かなと思ったんだけど、野球は野球はまあまあ優しいお題かなと思ったんですけど、あれ最高でしたね。最高でした。あなたの一面が知れましたね。いただきたいと思います。ということで、今日のゲスト怪談師の山口彩子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラジオリビング、前島アナウンサー、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のラジオリビングは、うん、はい、おせち解禁、はい、今年もスペシャルなおせちがやってきました。桃色クローバー Z と富山の高級料亭千里山荘がコラボレーションした、うん、桃色クローバー Z オリジナルおせち、そうなんです、うん、予約スタートします、うん、ということで、ここからは、うん、レニーさんに加えまして、はい、玉井勝利さんもご一緒。よろしくお願いします。改めまして、私たち今いるアイドル週末ヒロイン桃色クローバー Z、 よろしくお願いします。
で来てくれて、はい、お邪魔しました。はい、そうなんです。でね、今年もねこの時期がやってまいりましたけど、うん、なんと今年で5回目になります。5年目になります。はい、うん、季節感じていただけてますか、この時期だなっていう。いや、もうしっかり泳いでるんですよ。やっぱりありがとうございます。お世辞といえばももクロですから。嬉しいです。今年もね、そんな皆さんにとってね、新年笑顔で迎えていただけるようなお世辞が完成しましたので、ね、持ってきました。今回皆さんが選んだ一押しメニューがあるということで、ま、そうなんです。教えていただきます。じゃあ私、玉井しおりの推しメニューはですね、厚切りローストビーフ。いいね。ということで、見てください。どんどんローストビーフって大体スライスされて入ってることが多いと思うんですけど、今年のローストビーフはブロックで、ブロックで入ってるんです。だからもうお好きな厚さに切っていただいて、あ、うまい、食べれるっていうのがすごいなんか贅沢で、うまい、美味しいですよね。食べ応えある。贅沢だよね。切り方によってね、やっぱちょっと楽しみ方も変わりますよね。はい、本当に美味しい。こんなガッツリ食べられる。美味しい、美味しい、めっちゃ美味しいこれ。そしてですね、うん、私高木れにの推しメニューは、うん、マダイキ寿司とろろ昆布がけということで、これ、はい、そうなんです。これ身も柔らかくて、あの昆布だしがよく身に染みてて、うん、とっても味わい深い、お上品な味となっております。はい、とろろとの相性も ね、 いいね、最高ですよね。よく味がね、染み込んでて美味しいですね。そうなんです、ね、で今回、うん、あの私たちはちょうど私としーちゃんは、うん、はい、推しメニューがかぶったっていうこともあって、そう、本来だったら推しメニュー4品なんですけれども、うん、今年は5品でお届けしていて、うんうん、レニーしおり推しメニューっていうのが、うん、はい、ございます。これがかぶっちゃったやつがあるの1個、はい、うん、それがですね、うん、こちらの、はい、日清のマリネ、はい、日清のマリネです。2人の推しメニューになります。はい、お二人がちょうど意見を出し合ってる時にちょうど、はい、お選びになったんです。それぞれ別のところで選んだんですけど、たまたま一押しが被ってですね。これだけ種類あるのに、そうなんです。ちょっと渋いかなって一見思われがちなんですけど、あのお酢のね、さっぱりとした感じ で、めちゃくちゃうまい。ちょっとね、箸休めにもなるかなっていう感じで、美味しい、美味しいですよね。あー、美味しいこれ。しかもリンゴ酢使ってらっしゃるんですよね。はい、だからお酢は効いてるんですけど、ツンとしすぎてないのがすごい食べやすいね。うまみがね、ありますね。うん、もう本当にあの皆さんの、ね、推しメニューもとっても美味しいんですけど、うん、その他にもイクラですとか数の子、うん、トリュフ入り松風など高級食材や、おせちには外せない黒豆、栗きんとん、伊達巻きなど合わせて41品目すごいですよ。です、ね、本当にしかも宝箱みたいに色とりどりですけども、メンバーカラーイメージしたももクロかまぼこも彩り添えてますね。はい、かわいい、はい、可愛いも映えますよ。可愛いですよ。はい、さらにですね、特典として2024年のあなたを占うももクロおみくじ、うん、そしてメッセージ入り推しメニューカード付き特別仕様のももクロ風呂敷に包んで12月29日に冷凍でお届けいたします、うんうん、お重のまま解凍するだけで召し上がれますので盛り付けの手間はかかりません。本当だ。はい、そしてですね、今回も華やかで楽しくて美味しいとびきりのおせちになりました。うん、来年のお正月はももクロおせちで一緒にお祝いしましょう。お願いします。本当に味も美味しいですし、見た目も華やかなこの桃色クローバー Z オリジナルおせち、消費税込み27,800円です。限定500セット、全国送料無料です。お届け返品などについてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 0120-1242-86 までどうぞ。インターネット、スマートフォンでもお申し込みいただけます。ぜひ羅生リビングと検索してみてください。お願いします。美味しかったです。アナウンサー、それ玉井翔さんでした。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続き高木をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。